やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。元夫婦、ジョニー・デップとアンバー・ハードの泥沼裁判、どうなるかっていうのを占おうと思います。これ、リクエストがめちゃめちゃ、こう、コンサートにあって、何って思って調べたら、最悪だ、ね。なんか、本当に泥沼すぎてびっくりしたんだけど、こんなことが起こってたんだ、知らなかったわ。ええー、と思って、まあ、毎日いろんなニュース見てたはずだけど、これ知らなかった、抜けてたと思ってびっくりしちゃった。はい。基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、何月何日の何時から占いタウンの受付、それからね、っていうのをアナウンスしてますので、その通りやっていただくと 100% 取れると思います。ちなみに今回というか今、5月、いつからだ ?10、11、12ってもう3日間開放してるからもう取り放題みたいな感じなんですけどね。そんな時もあるよ。はい。で、お知らせ、心に本格占い館で玉木の占いコンテンツ、デジタルコンテンツがね、気軽に楽しめますので、ぜひぜひやってみてください。さて、これ、すごいね。なんか、これかな?なんか、ジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判のハイライトを解説。3週間経過も水掛け論にっていうのが、綺麗にまとまってたので、ちょっと読むと。まず、そもそもは、2018年に、アンバー・ハードが、自分はDV の犠牲者だったのよっていうのをワシントンポストに寄稿したのがそもそものきっかけで、名前は出さなかったんだけど、ジョニー・デップしかいないっていうのが明白で。で、それで、ジョニー・デップが2019年3月に65億円の名誉毀損訴訟を起こしたですよ。すごいね、アメリカの単位は違うね。65億円とか、笑っちゃうなと思って、日本だったら650万円だのみたいな。ね。65億円す、とんでもないなと思って。すごいよね。規模が。うん。で、それに対し、この訴えに対して、ハードの方が、このデップからのね、嘘つきのレッテルを貼られたわってして、名誉毀損で逆提訴するんですよ。こっちが65億で、今度こっち妻から元夫は130億円の損害賠償。倍になった。うん、すごい。倍返しになったよ。でね、この泥沼裁判が切って落とされて、まずは、ハード側の弁護士、こっちの妻側の弁護士がね、3日間にわたる人質疑惑事件があったって。ジョニー・デップがハードをホテルの部屋にあるバーに閉じ込めて、酒のボトルを投げつけ、割れたボトルが散乱する床の上で引きずり回し、殴る蹴るとか、なんかいろいろしたみたいな。でも、別の日の裁判では、デップがいかなる形でもハードを殴るってしたことはなく、人生で一度も女性を殴ったことはないって言ったんですよ。もう、わけわかんないよね。で、二人の結婚カウンセラーとしてセラピーを担当した臨床心理士さんが召喚されて、二人は相互虐待の関係に陥っており、お互いに暴力を振るっていたと証言している。ああ、もうわけわかんないね。そして、あとね、こういう話もあって、デップの長年の運転手兼ボディーガードが、夫婦喧嘩について語ってて、デップが、ハードの誕生日パーティーにね、遅刻しちゃったんだって。それが原因で喧嘩が起きて、喧嘩後にジョニー・デップが家を出たんだってね。その後に、夫婦のベッドの上に、排泄物、まあ、うんこだろうね。それをボディーガードが発見したみたいな、うん、話もあって、で、ハードはいや、犬のものだって言ってんだけど、いや、犬じゃねえだろ、みたいなね、話があったりとか、もうとんでもないな、話がガンガン出てくるなとか、あとね、なんか、離婚した時に、9億円払ってんだって、それもそうね、離婚して9億ももらえんのかと思って、ジョニー・デップからハードに9億円の、離婚和解金を払ってるんだけど、で、和解金が支払われた当時、ハードはなんかその半額を人権擁護団体に寄付するって約束したんだけど、でもその半額ももらってないよって。じゃあそのお金どこ行ったっていう問題とかね。で、3週目の裁判で一番こう注目を集めた証人の一人が、
ハードをね、分析するためにデップが雇った臨床心理学者さん。その人は、このハードにね、2日間12時間にわたって心理検査したんだって。でも、彼女は PTSD じゃなくて、境界性人格障害と演技性パーソナリティ障害。境界性人格障害ってあるよ。あの、人格が何人かいるやつ。二人かもしれないし、ね、複数人、もっといるかもしれないしね。二十何人いるとか、あの、あるじゃん。ビリー・ミリガンだけな、なんか、私するじゃん。あれと、演技性パーソナリティ障害を患ってると診断した。で、その心理師さんは、このハードが感情的かつ支配的な性格で、肉体的、心理的に虐待する人物だよっていう感じで、もう、すごいね。なんか、日本ではありえない金額とか言葉がバンバン飛び交ってる。すごいなと思って。いやー、すごいね。すごいすごいしかば出ちゃうんだけど、占うわ。で、あ、ちなみに、あの、カバラス秘術、アンバーハードは、現在数5、過去数22、未来数8。超パワフルだね。エネルギッシュだね。落ち着きがない人みたいな感じに見えると思って。あ、でも、このさ、パーソナリティ障害とかあるじゃん。なんか自己愛性なんとかとか、境界性なんとかとか、あるの、パーソナリティ障害っていろんなのがあるんだけど、そういう時とか、あと、精神疾患とかね、うつとか、あと、発達障害とか、そういうの出る時って、あ、そういうの持ってる時って、カバラス秘術が打ち消されるんですよ。そっちの、〇〇障害の方が強く出るので、まあ、性格上、ここでもね、占うけど、とりあえず、元々の性格はこうだよ、みたいな感じ。うん、健康ならばこの性格だよって感じ。で、ジョニーデッパ7の9。うん、落ち着いた静かな性格だね。平和。平和で、あんまりこう、干渉しないような性格の気がするけど、占ってみよう。タロットさんから見て、アンバーハードはどんな人なのか、タロットさんから見て、ジョニーデップはどんな人なのか、アンバーハードは PTSD なのか、いや、パーソナリティ障害なのか、で、ジョニーデップは暴力を振るっていた、アンバーハードは暴力を振るっていた、で、裁判はどちらに有利な結果になるか。いやー、すごいね。裁判の国だね、本当に。どういうこと ?30 億円って。130億さ。日本の裁判では到底出てくるはずのない金額だね、と思う。はい、タロットさんから見て、アンバーハードはどんな人?ここでね、ある程度わかるの、あの、丸々人格障害とか、発達障害とか、そういうの、毎日見ているので、個人鑑定で。このカードの組み合わせが出たらそうだなみたいなのあるんですよ。ある程度どんな人かわかる。アンバーハードはどんな人?接戦の逆、ああ、もうこれだけでもう落ち着きがないね。ああ、これとこれセット。はあ。ズバッと出ました。ああ、とりあえず、そうだね。あとでも占うけど、PTSD?そうね、あの、節制の逆と忍者の逆出ると、確かになんかメンタルの病気病であることは、確かっていうか、まあ、経験上だから、ね、確かとは言えないけど、診断は言えないけど、そうだね。自分をこう、律する、自分のことを、感情とかをこう、自制する力みたいなのは、なくなっている。ただ、計算高い面があるんだよね。あとで聞いても見るけど、ここではまだ PTSD かパーソナリティ障害かっていうのはちょっとはっきりわかんない。でも何かしらのメンタル系の何か障害病気みたいなのはある。ここでセットで出たら。すっごい不安定な人っていうのは出てる。うん。じゃあ、タロットさんから見てジョニー・デップはどんな人か。はい、ジョニーデップどんな人?ジョニーデップにタワーが出たからズバッと出ました。むしろジョニーデップの方がなんか PTSD なんじゃないかみたいな、これ出るとさ、すごい衝撃を受けてる、ショックを受けた人みたいな感じ。心に大きな傷がある、トラウマがあると、これが出たりするんだけどさ、タワーの客。すごい大きなトラウマショック、何か傷、大きな傷みたいなのを
賢さとか明晰さとかで隠してる感じがする。お互いなんか問題ありそうだね。二人とも。今のところは、カード的には、うん、そうね。二人とも、うんってカードが出た。じゃあ、アンバーハードは PTSD なのか、パーソナリティ障害なのか、それともその他、なんかのね、メンタルの疾患。PTSD、パーソナリティ障害、その他。こういう診断も難しいと思うよ。本当に。ちゃちゃちゃって出るものではないよね。まるまるパーソナリティ障害の人って、意外と世の中にいっぱいいるからね、周りに。うん。いや、いっぱいっていうほどいっぱいでもないかもしれないけど、でも、個人鑑定とかやってても、出てくるよ、ちょいちょい。あ、これはなんかありそうみたいな人とか。私も遭遇したこともあるし。遭遇したらね、とにかく物理的距離を置くしかないですよ。逃げるしかない。本人がそれ、治したいっていう意思があって、自覚があってね、病識があって、治したいっていうのなら、なんかあるけど、できるけど、本人、絶対認めないので、ほとんどね。はい。PTSD か、パーソナリティ障害か、その他。絶対サフチューデンタワーか。パーソナリティ障害ではないかな。その他。いや、なんかさ、発達障害の時とか、フールのギャフとか出たりすんだよね。この、無知無計画のカードが、ぶっ飛んでる時とか。PTSD はちょっとあると思う。何かに傷ついてるみたい。で、パーソナリティ障害はなんか違う気がするんだよな。タワーが出てんのが気になる。そうだね。でも一番気になるのはこれかな。その他だね。その他。なんかあると思うよ。ADHD とか。わかんないけど、診断なんかこんな、ね、お医者さんじゃないから言っちゃダメだけど。本当は言っちゃダメなんだけど。だと、かもしれないみたいな。うん。別に私断言してるわけじゃなくて、なんかこういうカードが出るとき、そういう傾向があることが多いみたいな。ちょっとぼやかして言っとくとね。うん。はい。じゃあ、ジョニー・デップは暴力を振るってましたか？まあ、これは悪いカードが出たらイエスだろうな。ジョニー・デップは本当に暴力を振るっていたのか。アメリカ住んだらもうどこにでもカメラつけとかないと恐ろしいね。こんなことが起きるなんて、ね。はい、ジョニー・デップ、暴力振るってましたか？マジシャンの逆。振るってたかな？ズバッと出ます。そうだね、マジシャンの逆は、コミュニケーション不足とかさ、スキル不足とかね、あんまりコミュニケーションは得意じゃなくて、で、法の逆、これ、ね、モラルがないこととかね、正しくないこととか、うん、モラルルール違反。で、タワーの逆でしょ？暴力はあったんじゃないかしら。うん。あったと思う。うん。じゃあ、アンバーハードは暴力を振るっていましたか？お互い振るってたっていうね、証言もあるしね。お互いだったとしたらもう、お互い様って、ならない、ならないから裁判になってんだろうけど、ねえ。アンバーハードはベッドにうん、こうし、ねえ、置いたりしたのか、暴力振るってたのか、審判。スパッと出ました。ジョニー・デップほど陰湿のカードは出なかったね。でも、なんか女性らしさのカードが2枚出てるからさ、女性がやるようなねちっこい何かはしたかもしんない。でも、暴力っていうか、暴力？その殴る蹴るみたいな、なんか、そういう暴力、ね、明らかにわかりやすい、ザ・暴力みたいな暴力はないかな。さ難しくなってきたぞ。さあ、じゃあ、裁判はどちらに有利な結果になるか。二人一緒に見ちゃうわ。ジョニー・デップとアンバー・ハード。ジョニー・デップがこっちで、アンバー・ハードがこっちに出してね。この結果っていうのは、
あれね、この今回の裁判でってことね。この続きとか続編があるのかもしれないけど、とりあえず今回の裁判ではどっちがこう有利な感じ、どっちがやったってこう、よかったって。ね、心からの勝った、負けたかどうかわかんないけど。はい。ジョニー・デップはどうかな？あ、欲しい。アンバー・ハード。両方いいカードが出ちゃった。ズバッと出ました。この裁判、こういう裁判って喧嘩両成敗的なことある？どっちか勝ちか負けみたいな、パリッとした感じじゃない気がするのね。キーカードがいいんじゃの逆で、対策注意点も月だから、なんか、そうだな。二人の勝った負けたみたいな感覚が二人とも同じくらいのレベルに感じられて、で、もやもやってした、なんか曖昧な結果になりそう。どっちがすごく大勝利、どっちがすごい負けたみたいな感じじゃなくて、どっちもどっち的な感じの結果ってあり得るの？誰かに聞いて、見えない画面の向こうの誰かに聞いてるんだけど、アメリカの裁判に詳しい方。うん、なんか、もやもやーっとしたこう、あんまりスパーンってこう、すっきりした結果にはならないんじゃないかな。そうね。こう、クリアな感、どっちもこの、もやもや感が、クリアじゃない感が残るような二人にとって。でもある程度、そう、二人ともいいカードが出たから、二人とも、あ、もう悔しい、完全に負けたわ、みたいな、じゃなくて、うん、二人とも何かしらの希望とか、達成感というか、なんかそれは得られそうな気がする。はい。ですね。はい、ということで、タロットさんから見て、アンバーハードはね、何かしらのこう、メンタル系の、何か、思ってる人で、ジョニー・デップは、なんか傷ついてて、それを隠してる人。なんかトラウマとか。で、アンバーハードは PTSD は、うん、まあまあ、三角くらいで、パーソナリティ障害は違うと思う。その他、うん、発達障害とかかなって思ったんだけど、かなって思った。ジョニー・デップは暴力振るってた。振るってたと思う。うん。アンバーハードは振る、そんな、ザ・暴力みたいなのはないと思う。で、裁判はどちらに有利な結果になる。喧嘩両成敗みたいな感じかなっていう。こんな感じですね。いかがだったでしょうか。ああ、エネルギー使うわ、占い方も。いやー、すごい世界だな。ぶっ飛んだ世界だなと思って。いやー、すごいね。うん、現実味がない。じゃんけん行きましょう。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。